Shadows in the
はい、モコフィットネスです。いかがだったでしょうか。もういきなり喋れない。はい、で、以前に、質問があったんですよ。どんなコースなのって。まあ、軽く音楽を流しながら、いつも通りなんですけど、概要を記載しました。いつもね、僕のトレ動画を見てる人は分かってると思うんですが、まあ今一度こんな、上りなんだよ、下りなんだよってことを、把握して、どこがゴールなんだよっていう、ところですね。はい。で、今日のメニューがこんな感じだったんです。はい。ソロでしたね。約160キロ。それで、この撮影をしてた時だったんですけど、リスナーの方に、話しかけられて、たまたま走ってて。で、前もあったんですよ。トレーニングしてる時に、やっぱり、リスナーの方に、お声をかけてもらって、本当に謝りたいことがあります。結局僕、メニューをこなして、時間とか、その距離とかすべてこう、ある程度ぴっちり決めてやってるんで、なんていうのかな、話しかけた時にちょっとカオスな顔立ちなんですよ。ちょっとなんか話しかけにくいなっていう、雰囲気が出ちゃってるんですけど、ほんとね、気にしないでください。もし見かけたらもう僕みたいなもんなんで、もう声かけてくれて、もう本当にね、あんな感じだったらもうビンタしてください。もうほんと情けない。トレーニングに集中しすぎちゃって、周りが見えてないんですよね。周りって、道は見てますよ。道は見てますけどね。周りってそういう周りじゃなくて、その、なんつだろう、その、空気が読めない状況なんですよ。はい。だからね、今回もね、ちょっと話しかけた時に、もしかしたら、ちょっとあれ、モコさん何この感じってちょっと思ったかもしれないんですけど。はい、これからもね、いろんなとこでもし僕が自転車で走ってるの見かけても、そういう顔してたらもう本当に、気にしないでください。大した人間じゃないんで。はい、そんな感じです。はい、まあ、今日は、コース、こんなコースだよっていうことで、ちょっと、概要でした。で、いつも通りですね、とっても楽しかったら、いいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。